少女時代のアントニア、1910年、アントニア・ロベルト・ソフィー・ビレール・ミーヌド・リュクサンブールは、ルクセンブルク大公国の大公女で、バイエルン王国の元を対し、ループレヒトの2番目の妻。ルクセンブルク大公・ギオーム4世とその妻で、ポルトガルの廃王・ミゲル1世の娘である、マリア・アンナの間の4女として、オーバー・バイエルンのレングリースにあるホーエンブルク城で、2人の姉、 マリー・アデラ・イードとシャルロットは、ルクセンブルクの女大公である。アントニアは、家族から、トニの愛称で呼ばれた。アントニアは1918年8月26日、バイエルの王大使ループレヒトと婚約した。当時、ループレヒトは、ドイツ帝国元帥であり、ドイツ軍第六軍の司令官として、ドレーヌの戦いで、ドイツに勝利をもたらしていた。 さらにこの時は第一次世界大戦中でドイツがルクセンブルクを占領下に置いており、ルクセンブルク大公家とドイツの王族との親密な関係を示すような二人の縁組は避難の的になった。この縁組はすでにかなり評判の悪かったアントニアの長子マリーアデライドを女大公の立場をさらに苦境に追いやり、マリーアデライドは1919 19年1月10日には、 大行為を退くことを余儀なくされた。アントニアの姉が退位させられ、バイエルン王国が共和制に移行して、ループレヒトが王太子の地位を失うなど、状況は大きく変わったにもかかわらず、アントニアとループレヒトは1921年4月7日に、ホーエンブルク城で結婚した。ループレヒトは、最初の妻でアントニアの重視でもあるマリー・ガブリエレイン・バイエルンに先立たれており、 この結婚は再婚だった。アントニアとループレヒトは、ナチスドイツ体制に反対しており、1939年に、夫妻はイタリアに亡命。さらに、アントニアと子供たちはハンガリーに逃れた。1944年に、ナチスドイツがハンガリーを占領すると、イタリアに残った、ループレヒトは、逮捕を免れた一方で、アントニアと子供たちは拘束され、 ザクセンハウゼン強制収容所に収監された。1945年4月上旬には、母子はさらに、ダッハウ強制収容所に移送された。ダッハウへの移送後すぐに解放されたものの、強制収容所での生活は、アントニアの健康を激しく蝕んでいた。アントニアは、解放から9年後の1954年、スイスのレンツェルハイデで亡くなった。 オットループレヒト大使との間に一難語条を設けた。ありがとうございます。